イトルマッチのセレモニーを終了させていただきます。47cm48kg WPMF 世界女子ミニフライ級王者 WBC ムエタイ女子インターナショナルライトフライ級王者ターゲット所属上村エロリカイスマスワーオーナー148cm48kg JR ミニフライ級王者コルティスシメア所属モーリーテレビアキラこれより試合を行います。青コーナー尾身選手には株式会社リキリキ様、エアアロマジャパン様、アイラブメイドカフェコタッチご主人様、馬形の巨人様、ムーンフラワーズ様、牧雄三様、隊長様、J ネットワーク株式会社様より激励賞が贈られます。対しまして赤コーナー上村恵里香選手には江口充様、株式会社高和建設代表柳沢圭一様、お茶の水株式会社クライスホーム様、公営部長小沢博之様、二宮礼子様より激励賞が贈られます。はい、中央、はい、セコンド一人お願いします。3分5ラウンド3のドローの場合は無制限で延長がないです。この試合は肘打ちが禁止です。掴んでの膝蹴りは1回のみです。蹴ったらすぐ離してそのまま続行してます。先生どうぞ。はい、行きます。Bye.
攻めて、ラスト1分
上村選手のドクターチェックを行います。なおこの出血は偶然のバッティングによる出血と判断されました。偶然のバッティングではございますが、深く切れており、危険と判断され、青コーナー茂木選手に警告が与えられます。再開します。
投げて、投げて。タイムストップ。赤コーナー上浦選手のドクターチェックを行います。少々お待ちください。出て出ろ。パンチで口が開いてるわ。再開します。49対48。
8位、赤神村、ジャッジ要素は49対47、赤神村。以上3対0の判定をもちまして第2代ライスクイーン神村エリカ。ターゲットが世界一だと思うんで、これからもターゲットと神村エリカを応援よろしくお願いします。ありがとうございました。皆様、今一度盛大な